パイライト3。高鉄鋼は、通常、高鉄鋼型と呼ばれる十二面体や立方体の結晶を形成するが、血管層の間で圧縮されながら、結晶成長が起こると、このような放射状の結晶が形成される。針鉄鋼中の立方体の起鉄鋼小癖とは、結晶の外観の形状のことである。同じ結晶構造、結晶面数を持つ結晶であっても、 それぞれの結晶面の成長速度の違いによって、アキラクセの異なった結晶が形成される。結晶面の数も異なっている場合は、アキラ賞の用語が使われ、アキラクセとは区別される。鉱物学においては、鉱物はその種類によって、固有のアキラクセを示すものが多いため、簡易的な識別の目安として利用される。似たような概念ではあるが、結晶多形とは区別される。 結晶の成長速度は結晶面の表面エネルギーの影響を受け表面エネルギーが大きな結晶面ほど成長速度は速くなるこのような結晶面の表面エネルギーの違いは周囲の環境に大きく左右されまた不純物の付着によっても影響を受ける例えば結眼の層の間のような上下から圧力を受ける条件下で結晶が成長すると 上下方向への結晶成長が抑制されて二次元方向に広がった板状の諦癖を持つ結晶が形成される。また、ナフタレンはシクロヘキサンから再結晶させると、針状結晶を形成し、メタノールから再結晶させると、板状結晶を形成するなど、結晶化の条件によっても異なる諦癖の結晶が形成される。不純物の影響による例としては、塩化ナトリウムは、 水中から結晶化させると立方体の結晶を形成するが、不純物として尿素を添加することで八面体の結晶が形成される。このような、明諦癖を制御するために添加される不純物は、中立ち小材と呼ばれる。同じ物質であっても、その結晶の明ら癖が異なっていると、表面積などの外形の際によって、溶解速度などの物理的正常の差異が生じることがある。 このようなアキラ癖の違いによる物理的正常の際は薬品の体内への吸収速度などにも影響を及ぼすため医薬品の分野においては製造プロセスにおけるアキラ癖の制御が重要な課題の一つとされている。ありがとうございます。